太平山送信所は山口県豊富市にある大平山の山頂に位置するテレビ放送及び FM 放送の送信所。山口県の県域テレビ FM 放送局すべての親局及び山口放送の FM 保管放送送信所が置かれている。なお、2016年6月30日にサービスを終了したマルチメディア放送のジャパンモバイルキャスティングの中継局も 本校で紹介する。この送信書の電波法に定める放送区域は、山口県豊富市の全域並びに、山口県宇部市、山口市、下松市、甲市及び、周南市の各一部、228,979世帯である。山口県での地上デジタル放送は2006年10月1日に開始することが決定し、 これに先立ち2005年11月15日には総務省より予備免許が交付された。テレビ各社の内民法3社は2006年1月30日から中国地方発となる試験電波を発射した。これは出力10ワットでの電力喪失であるほか、送信されるのは映像、音声のない、 PN 信号と呼ばれる電波であるため、一般のデジタル受像機では一切視聴はできない、ものであった。その後出力を30ワットに増力し、試験電波発射開始から3ヶ月にあたる同年5月1日には3社の、試験電波に放送局 ID が付与されて、試験放送に切り替えられ、一般のデジタルチューナーでも、本放送と同様のチャンネル登録ができるようになった。また、 この時は、クライトタイズは5月1日開始当初から、アナログ放送と同一のサイマル放送であったが、ヤブは6月1日からのサイマル放送開始であった。その後7月中には順次出力が、フルパワーの 1kW にまで増力された。そして、8月12日からはそれまで、試験放送を行っていなかった。 NHK 山口放送局も試験放送を開始。この試験放送は開始当初からフルパワーの最ル放送であったため、この時点で全局とも本放送と同様の放送が行われるようになる。2006年10月1日に本放送を開始した。また、山口県内の岩国、下関、山口広市の峰の3つの中継局も、この親局と同時に開局している。 太平山送信所の円形送信所は、山口県中南部にある標高631メートルの太平山山頂に位置する。フミ以外は、各社個別に鉄塔を建て、デジタル加工時も各社個別に対応した。NHK がほぼ山頂に位置し、暗い、タイズ、ヤブの順に位置する標高が低くなり、それにつれ送信塔の高さは高くなる。送信所が位置する。 太平山は瀬戸内海に面した標高の高い山であり、ここからの電波は海上電波を伴って非常に遠距離に飛びやすい環境にある。そのため各社とも瀬戸内海の対岸地域に配慮したスピルオーバー対策として送信波に南方向への飛びを極力抑えた指向性をかけている。NHK 山口放送局が アナログテレビ放送とデジタルテレビ放送、そして FM ラジオ放送を送信している。送信塔はアナログ時代に総合テレビ用に建てられた塔と E テレ用に建てられた塔の2塔がある。その後それぞれ FM 放送やデジタル放送のアンテナが取り付けられていった。2塔のうち E テレ塔の方が限りなく山頂に近い。総合テレビ塔には総合アナログのアンテナしか。 存在せず、その他の E テレアナログ、FM、総合、E テレデジタルは、すべて E テレ等に存在する。総合テレビ等に取り付けられている、アナログアンテナは2リットル総ループアンテナ4段3面で、あるが、更新以前は、スーパーゲインアンテナであった。E テレ等には上段に総合、E テレ共用のデジタルアンテナ。 下段に E テレアナログ FM ラジオ共用の2リットル、ソーループアンテナ4段3面が一致している。NHK 豊富総合テレビ開局当時には、この大平山送信書にちなんだテーマソングが歌われていた。KRI 山口放送がアナログ放送とデジタル放送、FM 保管放送を送信している。現在の送信用鉄道はデジタル化の際に新たに建設されたもので、 鉄塔、局舎とも、穴デジ共用で上部にデジタルアンテナ、下部にアナログアンテナが設置されている。デジタル化以前のアナログアンテナは、スーパーゲインアンテナ10段2面及び2段1面であった。デジタル化の際には、この既存の鉄塔横にあった、旧極舎を撤去して、新局舎を建設し、その上に、新たな鉄塔を建設した。ここに、 デジタル用送信アンテナが新設されたほか、旧鉄塔にあったアナログ用送信アンテナも移転、新設された。なおその際、旧鉄塔は株を残して破却されてほとんど高さがなくなり、パラボラアンテナなどが設置されるなどして、放送業務用として引き続き利用されている。タイズテレビ山口と FM 山口が送信している。鉄塔は両者の共用で上段が、 テレビアンテナ、下段が FM アンテナである。やぶ、山口朝日放送がアナログ放送とデジタル放送を送信している。各社の鉄塔群で一番西側に位置し、さらに位置する標高は各社の中で最も低い。そのため、空中線副車中心高を先発局と合わせる目的で、鉄塔の高さが全車中最も高い。デジタル化の際に、 既存のアナログアンテナの上部にデジタルアンテナを追加した。局者、送信鉄塔はアナデジ共用で、送信アンテナは上段がデジタル用、下段がアナログ用である。ありがとうございます。